場的に対外的に、そのお前たちの妄想的に俺の頭を踏んづけてる野郎がいるとしたら、あの野郎は直接俺の頭を踏んでる男だな、ナイト。おい、ナイトよ、お前の行く先に何がある？お前は何を持ってる？おもろいもん見っけーだな。おい高橋ひろむ、お前が欲しいのはこいつだろ。おい、俺が欲しいんだろ。まあいいよ、何度でもいつでもやってやるよ。おう、やるだけ、その分叩きのめして、実力の差っていうのを見せてやるよ。毎試合毎試合酒だけ飲みに来やがって。なんだ、人の酒だったらいくらでも飲めんのか。しょっぱいな。自分で飲みなさい、自分で。それとも何かノブさんに飲ましてほしいからわざ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 こんな毎回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 ちょっかいかけてきてんのか。お前はノブさんだけ見てんのか。俺はお前のことをちょっと見てたんだけどな。興味がねえんだったらまあいい。武士、お前いつも元気ねえな。試合終わると一言も喋ってねえじゃねえか。伝わってこないよ、何も。そうやな、この間3チームいませんでしたよ。もう1チーム、もう1人いたな。まああいつらとやっても結果同じだからな。防衛数稼ぐとかそんなしょっぱいことする気ねえからさ、来なくていいよ、どうせ今日も試合ねえし。かっこ悪いなお前。まあやった分だけ叩き潰してやるか、それだけだ。鈴木みのる、いやプロレス界の王様、そんなに俺のことが気になってしょうがないか。まあその気持ちはわかるよ。でもさ、今ニュージャパンカップ中だから、まだ勝ち残ってる選手もいるわけでね、失礼な話ですよ。鈴木にはあの言葉を送りたいね。わかるでしょう。じゃあ皆様、また明日後楽園ホールでお会いしましょうよ。アスタマニアナ、アディオス。あれれ、あれれ、おかしいな、ウイスキーで酔っちゃったみたい。おかしいな、あれれ、大丈夫かな。まあさ、あの二人面白いよね。俺がアメリカ遠征してる間、あいつはどこ行った、早く帰ってこいだの言ってたくせにさ、俺がいざツイッターで二人にただいまって言ったらさ、ただいまなんて何も聞きたくねえと、お前が帰ってきたんだどうでもいい。おいおい、俺が相手にしてる二人はまさかツンデレだったとはな。いや面白くなってきたよ、強そうなツンデレ二人見つけた。